いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはファミリーマートより2019年4月2日に発売された香ばし生地のクッキーシュー、こちらご紹介したいと思います。税込み150円となっております。はい、クッキー生地となっております。はい、カロリーは266キロカロリー、炭水化物は 27.4g です。洋生菓子というものね、乳製品、卵、小麦、大豆、ゼラチン含んでおります。デザートランドさんですね、こういう風になっております。こちらファミリーマート指定農場で生産されたコクと旨味のこだわり卵を使用したカスタードクリームです。クッキー生地に、さらに香ばしくうまくなった生地が特徴です。さあ、では開けていきたいと思います。周りコーティングされてんだよね。さあ、では開けましょう。おお、すげえ。いただきます。うん、あ、なるほどね、クッキーがここに散ばめてるんだ。で、中にこれ多分あれでしょ、うまいよこれは。だよね、やっぱりそうだ、バニラシードが入ってる。この生地もアクセントになってね、うまい。評価は4です。うん、このアクセントになってるクッキー石、この周りになってるこのコーティングされてるのもまたいいね。このクッキー生地がまたいいアクセントになってると思います。ぜひね、このファミリーマートからこの香ばし生地のクッキーシュー食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画を見てくればまた喜びます。では、じゃあね。